2024SL カートミーティングスゴーカートレーシーズ第5戦ヤマハカデットオープンクラスです。ポールポジションからスタートするのは5連勝でチャンピオンを決めることができるかどうか、スーパーレーシングジャンキーゼッケン78位金田レイ。そしてソーア佐世知というところ、今シーズン初の表彰台中央を狙っていくけるかどうか、3回の2位表彰台があります。2番グリッドスーパーレーシングジャンキーゼッケン12位鈴木壮介。そして2列目3番グリッドからはスーパーレーシングジャンキーゼッケン67菅沢彩人。4番グリッド BMAX レーシングゼッケン22早見ひなた。5番グリッドスーパーレーシングジャンキーゼッケン30伊藤修司。そして6番グリッドスーパーレーシングジャンキーゼッケン77田口大河。以上6台ヤマハカデットオープンクラス決勝ヒートは12周で戦われます。朝すぐなんかなくなるんじゃないかと思って、まあもちろんこの状況で、路面のコンディションに影響しているかというとそうではないんですけれども、まあ、間もなくグリーンフラッグが取られて各ドライバーがウォームアップランに入っていきます。今の段階で金田レイは80ポイントありますから、それプラス15ポイントを取れば同点の場合は、上位入賞回数となりますので、そうすると金田の4勝というのは大きいですからね。ですので15ポイントを獲得すればいいということ、ということは計算上で言えば2位でもチャンピオンになるということだと思います。おそらくなんですけどね、正確なところはですね、ジャフが最終的に出すところ確認というところになるんですけど、手元の計算で言えばおそらくなんですけども、金田が2位でもチャンピオンということになるのではないかと思います。来週戦を待たずしてね、チャンピオン、まあでもこれ勝ってね、6戦中まずはその5戦全部勝ったというところになってチャンピオンを決めるというのもね、あるのかなという、そういうところです。さあ隊列が戻ってまいりました。本日最初の決勝レース、カデットオープンクラス12周の決勝レース、今レーススタートしていきます。さあ金田は真ん中あたりからね、まあ加速はそんなにって状況ではなかったんですけども、3番グリッドからスタートしていった菅沢が若干その隊列に入っていこうと、さあそして3台入っていこうというところ、いきなり前に来たのはこれ早見ですね、赤のヘルメットの早見22号車が前に来て、これででもね、これ2番手争いしてる間に金田は非常に楽になりました。もうすでにこれで後方との間隔は離れましたからね。今日 BMAX レーシング の、2台が、ね、SS クラスで頑張っているそのところを、ね、まあ、かなりこう影響されたのかもしれませんけども、4番手スタートだった早見が今2番手まで上がっていきました。オープニングラップコントロールラインを通過して金田、早見、そして鈴木と菅沢のあたり、このあたりがまた近づいてくるのか、そしてこれは予選からもずっとやり合っている田口と伊藤のこの2台ですね、5番手、6番手、そして3番手、4番手が、まあ、近づくなっているという、そういうところになります。さあまずはこの金田は後方をずっと引き離して、もうオープニングラップで1秒5の差、今でもうすでに2秒ぐらいになるんじゃないかな、2秒超えてますね。もう盤石な体勢で今シーズン全勝、開幕からの5連勝に向けて金田レイが、まあなんていうかな、もう安全にというかね、そういうレース展開を今しているという、そういうふうに言ってもいいかもしれません。そして2番手早見に対して3番手の鈴木壮介ですが、コンマ4秒ラップタイム早いんですね、追いかけているというような、そういう状況で今追いかけてどうだっていうところですね。今日はでもBMAX はこれもう
出場全部が表彰台っていうのも目指してるでしょうから、この2番手もね、守っていければっていう、そういうところですね。ただ菅さん、後ろの菅さんも近づいてきてますね。さあ2番手争い、早見に対して鈴木が点についてくる、その後ろからは菅さんも近づいてくる。さあそしてここでまずは鈴木が1コーナーのイン側スリップから抜け出して2番手に上がっていきました。鈴木宗介2番手、さあ早見4番手、さあここで今2番手3番手はまだでも近づいていますね。早見もね、これはね、そう簡単にじゃあなんて方にはならないですね。さあ7コーナーに向けてインナーのラインはちょっと遠かった。かなり鈴木の方が、2番手鈴木の方がね、奥までブレーキング我慢できてるっていう、そういう感じはありますよね。さてコントロールラインに戻ってきた金田レイです。まあこの状況まで来るとね、金田はもうこれでこのままの順位でいけば文句なくチャンピオンが確定するというところになります。年間チャンピオンを決めるという今回大会の目標、そして今グランツーリスモの宮城の国体タイムトライアルは1位だで、e モータースポーツの、チャレンジリーグ2024、勝ったらトヨタがレースをさせてくれるということなんで、どんなレースになるかは分かんないんですけど。さあそして今 S 字のあたりでは順位の入れ替えがありました。菅沢が早見をかわして3番手に上がっていきます。早見4番手5ロップというところですね。スタート非常にその飛び込んで2番手に上がった早見だったんですけれども、まあラップタイムはねちょっと上がりきってなかったかもしれませんね。早見のラップタイムベストは46秒4で、2番手の鈴木は45秒9、菅沢も46秒0がベストですから、まあ、そこのところでコンマ4ぐらいの差、コンマ4かコンマ5ぐらいかなあったっていうところはね、まあ、追いかけられちゃったっていう、そういうところですね。さあ6周終了して7周目に入りました。折り返しを迎えたコース上、トップと2番手の差は5秒4差。久しぶりになんかもうレースで山本常時状態になったって感じですよね。さあそして今2番手と3番手ここら辺もねラップタイムペース的にどうかなって感じですね。今ね鈴木宗介先ほどのラップ46秒4、3番手の菅沢は46秒2なんでちょっとその間隔が縮まってくる。で早見は46秒4で、自己ベストは更新してきてるんですね。またちょっとペース上げてくるかどうだろうね。この周回2番手鈴木は46秒1、3番手の菅沢46秒2、早見は自己ベストを更新しますが46秒3というところですね。お互いこの間隔はコンマ1ずつ広がったという、そういうことになります。さあそして5番手の伊藤と田口の5番手争い、この2台はね今日はずっとやり合っていますからね。伊藤も田口ももうお互いがって感じになってるのかなこれな。伊藤はストレートが速いって言うんで、まあ、さっきもそうですよね。なんかまあでもコーナーのところのブレーキでも詰めてはいけてるんですけど、こう並ぶってとこまでなかなかいかなかったっていうところでしたね。パーツや整備を教えてくれてありがとうございます。パーツや整備、田口はチームスタッフに一言でナット締めてねって書いてあります。今頃です。11月1日に11歳になりました。だって11歳だよまだ。11歳って小学生？そうそう、うんってみんなで言ってました。そうなんですね、はい、ここだけは誰にも負けないというところはって書いてあって、優しい心って書いてあります。レース中は優しくありませんって書いてありますからね、はい、
さあそして2番手争いですかね、ちょっと近づいてきましたね。鈴木に対して菅沢が45秒台のラップで近づいていきました。早見もね、今自己ベストは更新してるんですが、前の2台に追いつくペースではないですね。さあ2番手争い、鈴木聡介対菅沢綾人。今回決勝に合わせて1万人の応援団が集まる予定ですって幼稚園の先生も応援に来てくれますって、すごいね。幼稚園の先生っていうあたりがいいな。来週グランツーリスモの国体予選に出場します、事前のタイムトライアル上位12名参加でき、そのうち半数がスーパーレーシングジャンキーです。あ、もちろんヘルメットの文字が分かったら人にイチゴのチョコあげちゃいます。先着10名限定菅沢、今3番手の菅沢なんですけども、ヘルメットの上に書いた字は何でしょう。毎回この話になるんですけど、あれ今日のあのヘルメットそうだっけか、ちょっと分かんなくなってきちゃうんですけど、あ、そう、あれも書いてありますね、はい。あの某昔のトリックっていう映画でイブ・マセトが得って言ってたやつですね。さあそして今ファイナルラップに入っていった金田玲です。このままトップでチェッカーを受ければ開幕5連勝で、最終戦を待たずしてチャンピオンを決めるというところになります。さあしかし2番手争いは接近しています。鈴木と菅沢、さあ菅沢も先ほど2コーナーあたりまでではね、だいぶ後ろについてはいったんですけども、もう並ぶというようなね、そういうところまではまだ行けてないって感じですけどね。さあバックストレッチもちょっと距離があります。いちごのチョコ毎回言ってるんですけど、さあそしてそのトップは今最終コーナーに入ってまいりました。 2024SL カートミーティングスゴーカートレーシリーズのヤマハカデットオープンカースのチャンピオンを決めた金田玲、開幕5連勝というところでチャンピオンを決めました。さあ2番手争いはどうだ、前で来たのは鈴木聡介、菅沢綾人は3番手でのチェッカーです。早見ひなたいいスタートを見せましたが4番手でのチェッカー、そして伊藤修司、田口大我がチェッカーを受けて6台全部が今チェッカーを受けたということになりました。